鏡餅、三段バラ鏡餅、私のお腹ですね。ということで皆さんこんにちは、三段バラ鏡餅のマッケンです。これが最後で、正月スペシャルとなっております。ということで熊本城にやってまいりました。熊本城は天守が3つ、櫓が49、櫓門が18、城門29を構えた非常に大きなお城でしたが、今ではこのように少しの、櫓と天守が立っております。そして熊本地震でこのように壊れてしまい、今復興中なんですが、その姿はまさにトランスフォーマー。昔の建物、そう天守と、そしてこの色とりどりのレゴのようなこのクレーン車がコラボしている、そういったところになっております。それは夢のパラダイス。そして城内にはこのようにどのようにこのお城が壊れ、そしてどのように修理をしているのかということが記されているんですけれども、非常に大変な道のりであることは間違いありません。なぜならばこの熊本城が修復を完了するのは約20年後、2036年ですね。とか言いましたが、2036年に確か工事が完了するはずです。なので非常に時間がかかること間違いないのです。見てください、すごいでしょう。これ確か小松のなんか、はい、小松のクレーン車だったような気がします。それにしてもすごいんです。この熊本城本当にすごくてですね、あの西郷隆盛が率いるあの薩摩軍が攻めてきたあの西南戦争、その時もですね、50日余りもこれ籠城してですね、なんと籠城を耐え切っております。見てください、これが素晴らしい勇姿です。これが左が大天守、右が小天守となっております。そしてこの鎧は、そうこの熊本城を作った加藤清正という武将のですねレプリカの甲冑になっております。非常にかっこいいんですけれども、まあレプリカだったらですね、そしてなぜかレプリカなのにボロボロというですね、まあ謎なんですけどね、もうちょっと綺麗なものを置いておけばいいのかなと思うんですが、やはりこちらの方が雰囲気が出るということでしょうか。そしてこれは現在壊れている櫓のですね模型が作られております。これは飯田丸五階櫓だったような気がします。違う、これ宇都櫓ですね。で左側が飯田丸五階櫓、そしてこれは明治時代にですね、確かイギリス人かフランス人かなんかその辺の人がですね、あの撮った写真だったと思います。このようにですね非常に多くの建物が建っていた。現在建っているのは大天守、小天守、そして本丸御殿、宇都櫓、飯田丸五階櫓となっております。そしてこれは天守のようなこのいちごソフト、非常に美味しい、ありがとうございました。そして場所は変わりまして、こちらくまモンスクエアにやってまいりました。くまモンは本当に世界中から愛されておりまして、このようにテディベアの会社もこのようにくまモンを作ってくれております。本当に素晴らしいことです。しかしこのくまモン、なぜこのように人気が出たのかは私はちょっとよくわからなかったんですが、とにかくお金のかけ方がすごかったということだけは知っております。なぜならこのくまモンが売り出されている10年前ぐらい、この頃にですね、なんと東京メトロの車両の中に広告が貼ってあった、こういうことは皆さんご存知ではないでしょう。そう、くまモンはお金によって人気になったと言っても過言ではありません。そしてこのとんかつ、これはあのグルメ雑誌なんかにも載っていて、そして海外の旅行雑誌にも載っているとんかつです。カツレツ亭と言います。非常にやばくて美味しい、本当にこの熊本の名店ですので皆さん寄ってみてください。そして私はここのとんかつ小学校の頃から食べていたので、よく友達なんかも連れて行った、そういった思い出があります。しかし昔よりもだいぶ高級になったものです。昔は本当にサラリーマンが来るようなとこでした。そして私はとんかつでは飽き足らず、そうここは水前寺成就園にやってまいりました。いわゆる水前寺公園、そして水前寺清子がこの辺りで育ったという、まあ、そういう公園なんですけれども、この庭園の風景、これは東海道五十三次、あれを表現したというふうに言われております。ちなみにこれを作ったのは加藤清正ではなく細川家の人間です。加藤家というものは、
加藤清正の息子忠宏の時にですね、まあいろんな、まあ、大変なことをやってですね、そして改易になってしまったわけです。そしてここで食べたのはお抹茶とそして和菓子、心が落ち着きます。いやー、こんなにですねいいところだとは思いませんでした。まあ水前寺公園というとですね、まあ入場料もかかりますし、そんなに熊本市民がいつも足を運ぶようなところではないんですが、いざ入ってそしてお茶でもしてみると本当に風景が違うものです。そしてここどこで食べているかというと、古今伝授の間。そうです、こちら古今伝授の間というのはですね、あの古今和歌集、あれの奥義をですね、あの一子相伝で伝えるというお部屋になっておりまして、ここで古今伝授をしたわけです。古今伝授をした、どういうことだまあ、古今和歌集の奥義をですね、八条宮、なんとか親王さんにですね教えたわけです。そして後ろから見るとまたこれがですね、また違った景色に見えまして、非常に素晴らしいこと間違いない。そして先ほど触れなかったんですが、あの鏡餅非常に変わってますね。あの干し柿のなんかね、突き刺し方、なんかすごいシュラスコみたいな感じですけれども。そしてカップルがイチャイチャしております、素晴らしいです。見てください、この抹茶本当におすすめです。皆さん熊本に来た時は水前寺成就園に行ってみてください。本当に素晴らしい景色、そして熊本城も素晴らしいので、ぜひ行ってみてください。美味しいものばかりです。それではご視聴ありがとうございました。